皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回はまた僕自身の機材障害ということで、よく使っているギターをですね、つらつらつらっとご紹介させていただこうかなと思います。過去にも2回くらい機材紹介動画みたいなのをアップしたことがあるんですけれども、そこから新しく買い足したものとかもありますし、コメントで最近の機材紹介をやってくださいなんていうリクエストもあったりとかしますので、ちょっと改めて僕が使っているギターをですね、皆様にご紹介させていただこうかなと思います。結構雑談ばっかりで役に立つことはまずないと思うんですけれども、興味がありましたら、僕が使っているギターに興味がありましたら、ぜひご覧くださいませという感じでしょうか。とりあえずよく使っているエレキギターは5本あるんですけれども、この中の1本はフェンダーのもので、ちょっとこれは教室に置きっぱなしだから、今回は紹介できないんですが、エレキギターを4本、そしてよく使っているアコギを2本、計6本のギターをですね、ご紹介させていただこうかなと思います。では、何からいきましょうか。安いやつからいきましょう。安いやつから。値段順で。こちらは普通にフェンダーのスクワイアってやつですね。その安いモデルです。それのジャズマスターっていう、普通のスクワイアのジャズマスターです。特にこれといって特筆することはない感じでしょうか。普通に新品で買っても多分5万円くらいですね。5万円くらい。でも、そのずっと前からジャズマスター欲しいな、欲しいなと思ってたんですよ。けど、5万とか出して買うほど本気で欲しいわけではないというですね、すごい微妙な欲求が常にこうずっとガーッとありまして。で、ある日、ちょっと楽器屋さんにね、中古屋さんに行ったら2万円ジャストぐらい売ってたから、あ、2万円だったら買いだっつって、すぐ買って、今に至りますと。いう感じです。で、ジャズマスター自体、その、なんていうんですかね、その、ダメなギターじゃないですか。その、ダメなギターというか、完成度が低い音しか出ないギターみたいな感じなんですよ。でも、その音が唯一無二な音、オンリーワンな音なわけであって、そこがまたこうすごく面白いところですね。ちょっと弾いてみます。こんな感じのチャカポコチャカポコ、完成度の低い音でございます。フロントにすると、ちょっと太くなるけども、やっぱりなんかこうね、ペラペラな感じですよね。ギターの音がこういう幅であるとしたら、本当もうこの辺がごっそりないみたいな、真ん中の下ら辺がごっそりないような、もうツク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 って感じの、ダメーな音です。でも、これが意外と気に入っていて、悪くないですね。レコーディングとかではすごく使いづらくて、ね、完成度はやっぱり低いんで、その使える幅がすごく狭いんですけども。でも、なんかこのね、いいっすよね、面白いっすよね、こういう音色。普通にスクワイア、ジャズマスターとかで検索すれば、新品でも5万円くらいから手に入るギターなので、興味がありましたら、調べてみていただいてもよいかなと思います。でも、何度も言いますけれども、そんなに言うほどいいギターではないです。面白いギターって感じですね、言い方としては。面白いギター。で、その次、値段順でいくとおなじみのビル・ローレンスになるのですが、これも中古で3万円くらいで買って、多分当時、新品で買っても6万円くらいとか、そのくらいだと思うんですよ。下手したら5万円台かもしれない。全然高いギターではないんですけれども、いまだにこれ使ってます。ビル・ローレンスの BL-1 という機種ですね。探せばそこそこ見つかるはずです。やっぱりこのピックアップがハムバッカーですごい高出力なので、ごまかしが効きやすくて、すごく弾きやすいです。
感じの、ちょっとこう太いハブバッカーって感じの音色。でも、僕はこのギターを弾き始めてというか、このギターを買ってそろそろ10年くらい経つんですよ。で、いまだに一番使うエレキギターなので、とにかく慣れてて一番しっくりくるという感じですよね。なんか弾きやすいセッティングにしてやるというのもあるし、ピックアップが、ね、その高出力でごまかしやすいというか、自分でコントロールしやすいというのもあるんですけれども、いまだに一番使っているギターです。普通に歪ませていてもすごく良い感じ。最近僕はアンディ・ティモンズさんという人にハマっているんですが、その人のコピーするときもこれで。みたいな感じで、普通に歪ませるときもすごいよく使っている感じでございます。ハイ弾きとかいいっすよね、この慣れてて。こんな感じでいろいろ歪ませたりとか、普通にコードで弾いたりとかもして。弾ませるときもコードを使っているときも一番しっくりきていて、すごく弾きやすいギターという感じです。ビル・ロレンスの BL-1、興味がありましたら探してみてください。この BL-1 という機種自体は結構探せばそこそこ見つかるんですけれども、青いサンバーストとは僕も1回だけヤフーオークションで見かけたことがあるかなぐらいで、かなり球数は少ないと思います。探して見つけられたらラッキーということで、興味がありましたら探してみてください。で、値段順でいくといきなり価格帯がガンと上がるんですけれども、サドフスキーでございます。サドフスキー。実はこんなギターも持っていたりします。普通に3シングルの、ザ・ストラトっていう感じの、ちょっとこういう言い方したらあれだけども、特に特筆する部分のないストラトなんですが、とにかく作りがすごいこうしっかりしているので、本当にこう洗わなくてですね、整ってすごく扱いやすいです。あるところだけ目立っているとか、そういうのが全然なくて、とにかく扱いやすい。で、僕が持っているギターの中で唯一アームが使えるギターなので、アーム使うときもこれ使うかなという感じですね。生徒さんから譲っていただいたんですけれども、その生徒さんがヤフオクに売っちゃうというから、もったいないからじゃあ俺買うよみたいな感じで譲っていただきました。で、その方が、アームアップもできる状態にしてましたので、僕もそのままで使っております。アーミング自体あまりしないんですが。こんな感じでアームするときに使っているような感じでしょうか。
さっきも言いましたけど、すごい整っているので、なんか何してても、カッティングとかしてても、すごい粗が目立ちにくく、扱いやすい。歪ませると、やっぱりこの普通のシングルなんで、ちょっとノイズが乗ってしまうんですよね。ちょっとここはやっぱり残念なところではあるんですけど、まあ、しょうがないっちゃしょうがないけど、でも歪ませても、すごいいい感じの音ですね。なんかこんな感じで、このギャーっていう音がちゃんと出る素晴らしいギターでございます。で、唯一アームがついているギターです。まあ僕はあまりこのアーム使わないので、ちょっとアームが苦手なところはあるんですけれども、まあ、アーム使わなければいけない場面が来たならば、このギターの登場という感じですかね。サドスキ、ちょっと機種名を忘れてしまいましたけれども、まあ、何気にちょっと高いギターということでございます。実はそしてこんなのを持ってますということでございます。で、最後価格帯でいくと、これが一番高いです。バンザントっていうメーカーの、これも機種の名前を忘れてしまったんですが、なんか普通のストラトです。これもまた3シングルでザ・ストラトって感じなんですけれども、その作りとしてヴィンテージ志向みたいなところがあるので、完成度はもちろん高いんだけれども、どっちかというと枯れているというか、なんかこの哀愁が漂う感じの音色がすごく特徴ですね。ちょっとこれも弾いてみると、なんか枯れた感じがします。枯れた感じ。ちょっと軽くクランチにした方がわかりやすいかな。ジャズマスター、サドスキーで、このバンザント、結構三者三様な感じで、すごく面白いですね。ビル・ローレンスはもうハムバッカーですごい、ね、音がゴム塔って感じになっちゃうから、別格として、まあ、普通のシングルタイプのギターでも、すごいいろんな音色が出て、面白いなと思うところでございます。で、このギターもやっぱりシングルコイルだから、歪みを強くすると、ちょっとノイズが出てしまって、扱いづらいところもあるんですが、歪んでてもすごい良い感じ。です。なんだろう。
色でございます。なんか聞いててわかりますかね。なんかすごいパワーがないっていう言い方はちょっと悪い言い方ですけれども、なんかすごい枯れた感じのなんか哀愁漂うようななんかこのハスキーな感じがしませんか。まあ、普通にバイカで行くと28万円くらいとかと、まあ、いわゆるハイエンドギターになるので、いい音がするのが当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、やっぱりそういう価格に見合うようなすごいいい音がするなという感じですね。で、このボディの塗装は極薄ラッカー仕上げ、ラッカー塗装っていうんですかね、なんかよくわかんないんですけど、まあ、とにかく塗装が薄いと。で、すごいこの塗装がですね、取れやすいんですよ。この正直、このこっち側、わかりますか？これ別に模様になっているわけじゃなくて、全部この黒い塗装がですね、ボロボロ落ちちゃってるんですよ。これさすがにショックっすね。あまりギターの見た目、あまりギターの見た目を気にしない私としても、これは結構ショックです。これぶつけたりとかしても全然、ああ、まあいっかみたいな感じになるんですが、さすがにこの塗装の取れっぷりはちょっとショックだなぁなんてね、なんかすごい気持ち悪いじゃないですか。なんかもっとかっこいい取れ方だったらいいんですけども、すごい気持ち悪い取れ方をしてしまっているので、なんかここがすごく悲しいポイントでございます。はい。まあ、そんな感じで、スクワイヤーのジャズマスターと、ビル・ローレンスの BL-1 と、サドスキーのストラトと、バンダントのストラトの4本を紹介させていただきました。で、あともう1本がその教室に置いてあるフェンダーのストラトなんですけれども、まあ、それはまたの機会に。気がつけばストラトばっかりで、まあ、僕自身がストラト好きなんだなと、自分でも改めて思いますが、まあ、ストラトが好きなのでストラトばっかり集めております。じゃあ、そんなこんなでエレキギターは以上4本になりまして、そろそろアコギの方に移りたいのですが、まあ、ちょっと長くなってきたので、また2本目の動画に回しましょうか。興味がある方はそのまま続きの方へどうぞ。